三島道義はプロレス団体職員、元日本放送のラジオディレクター、報道記者。高祖父は元警視総監、家族の三島道常。祖祖父は元日銀総裁の三島八太郎。実前はフリーアナウンサーで元福井テレビの三島美香子。義定は協定選手の川崎智之。東京都渋谷区出身。幼稚園からずっと学習院幼稚園。 学習院初等科、学習院中、高等科を卒業し、1988年3月、学習院大学卒業後の同年4月、日本放送に入社。学習院初等科から大学までの語学優、同級生が、秋篠宮文人新王、農学士の旧生、野村万蔵、俳優の柴田幸太郎、黒田清子の夫である、東京都職員の黒田義樹である。 また、実前の美三子の語学友が、川島のり子である。入社後、編成局制作部に所属し、番組ディレクターとして、ラジオ番組のディレクションを担当。その後、営業部に移動し、イベントのプロデュースを担当。2006年4月人事にて、編成局報道部に移動。報道記者として、主に警視庁、クラブキャップ、消防庁の取材を担当。 最初の報道部移動の警視庁担当時、地下鉄、サリン事件等のオウム心理教のテロ事件取材で、山梨県西八代郡上久石木村に詰めて取材していた。都合3回報道部に所属し、2012年ロンドンオリンピックでは、同じ報道部所属のアナウンサーである山本武と共に現地に派遣され、日本放送の各番組の中で随時ロンドンオリンピック情報を、 発信するコーナーへも出演した。その後、報道部から秘書室を都合二度に移動し、二度目所属時は東京国際映画祭事務局兼務となり、最後の報道部員後は営業促進部 NRN 事務局2019年7月付人事で、コンテンツビジネス局メディアプロデュース部に、所属。2020年3月31日付をもって、同社の早期退職者制度を用いて、 日本放送を退職。同年4月1日付で、女子プロレス団体のアイスリボンを運営している、事業会社有限会社ネオプラスに転職したことを、自身のツイッターアカウントのツイートで報告している。舞台舞台 ABC フェイスブックアカウントの、プロフィールハット ABCD、日本放送から、女子プロレス、異色の転身54歳の元ラジオマンは、第二の人生を選んだ。J キャストニュース。2020年4月12日閲覧。第3回マスコミ応援会総会並びに、パネルディスカッション開催報告。学習院応援会。2018年3月14日閲覧。ジャルフロンドンのツイートジャルフロンドンのツイート、ミス一万九千19651のツイート、10年目の、クドが、両国という大舞台で悲願のコディーム差別級ダッシュ。 すると大社長が来年の15年周年記念大会を武道館で開催すると発表。バトルニュース。2018年3月14日閲覧。ありがとうございます。